この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。天そばどれでもいいよね。 OK、 天ぷらはサクサクせんと寂しいぞ。何やつどん兵衛にしなさい。いや、お味方後乗せサクサクじゃ。サクサクうどんどん兵衛そばどん兵衛。もしお名前は世直しどん兵衛じゃ。目指せトップアイドル。マネージャーさん、歌にお芝居にダンス、いろいろレッスンしてくださいね。頑張ります。 BC98 でデビュー、アイドルプロジェクト。ねえみんな、マミちゃんたち今度は麻雀やるんだ。でも勝負の結果で進路が決まっちゃうんだって。優しい先生KSS。 優しくってしっかり者で生活上手、こんないい女いないわよね。うん、上出来、生活上手、アイフル上出来。よし、生活上手、アイフル。一人一人にちょうどいい。デビュー3年6ヶ月の朝子には容赦ない攻撃が続きます。今度はロープに振る。小橋がカットに入りました。そしてさあ朝子頑張る。ナックルパート一戦です。さあエルボーを打っていく。そして股の間をくぐり抜けてのタッチ。小橋が出てまいりました。さあ小橋田上を振り返す逆水平カウンター。キックで応戦、ラリアット、パチンという音がしました。さあそして小橋トップロープ、トップロープです。タイミングを測ります。フライングショルダー、カウントは2で返しています。15分を経過しました。94ジャイアントシリーズ開幕戦、タッグマッチ、田上明、小川義成組対小橋健太、朝子悟組。正規軍調査大軍、一進一退の攻防が続きます。リングライは田上、そして大の字になっている小橋健太。小川の入場です。小川のリングイン。正規軍合体技に出るか。背中を打っていきます。ラリアット、ラリアットのお返し。田上カウントは2。先のシリーズジュニアヘビー級のベルトに挑戦しました小川義成であります。惜しくも敗れましたが、素晴らしいファイトを展開しました小川。そうでしたね、ジュニアヘビーで小川非常にいいところを見せましたよね。さあトップロープは朝子だ。ミサイルキック。さあそしてもう一度セカンドロープからエルボー、カウント2。さあ朝子気力がみなぎります。バックを取り返した小川、ロープに飛んで円錐切り。この辺りはやはり小川が 一枚上手です。ゆっくりリングインしました田上。ラリアット身長差20センチ、田上対朝子です。さあ張っていく、その田上に張っていく、投げ倒します。馬場さん、この辺りの粘りですね、朝子。今年に入ってから、そうですね、もう一つ行かなきゃいけないですね。ハイキックを打っていきます。カウントは2。もう一つ粘りが足りないという指摘が出ました。馬場さんからの指摘が出ました。朝子この辺りでもう一度男を見せたい。さあ投げ捨て、玉はどうか。カウント2、カウント2。馬場さん、今の粘りも素晴らしかったですね。そうですね、カウント2で返しています。さあ
今度はドドアの体勢、おっとカウンターのラリアット両者ダウンしました。田植、そして小橋、試合の権利があるのは朝子そして小川です。フェースクラッシャー、粘りを見せます朝子、小橋がリングインです。張っていきます。おっと小橋も先ほどのラリアットのダメージでしょうか、フラフラです。カットに入ります。田植、場内からはブーイング、フットスタンプ。さあそして小川もトップロープ、ダブルのフットスタンプです。そのままカバー、カウントは2カウントで返しています小橋。さあもう一度小川がロープ、カウンターナックルパードで迎撃、そしてケンタッキーボム、カウントはカウント2。これはタイミングを測ってカットに入りました田植。さあカットに入った田植、そして朝子、田植は朝子が抑えている。そしてその田植に突っかけます。上世代コンビ、ダブルの攻撃、ダブルのショルダータックル。田植は場外です、田植は場外です。さあリング上、リング上、小橋握った、握った、小橋がドップロープ、カウントはどうか、カウント3、カウント3入りました。最後の最後はムーンサルトプレス、小橋健太が小川よしなりからカウント3奪いました。Let's go. Won't you take my hand? For I will be your man. So tonight we're gonna dance the night away. One and one is いや参った、反響がねすごいんだ。200本無料体験ゾーンも10月末まで延長するから、一人一人に合わせた200本、だからすごいんだよ。アートネイチャーの無料体験ゾーンも大好評実施中。君を壊した、バスコプレゼンツ安藤春彦ライブハロウィン、つま先から髪の先までも君を壊した。風邪で心配なのは誰も来てくれない時に手当が遅れることです。コルゲン ET 錠には風邪に効く成分 E と T の両方が処方してありますから、どこにいても手当ができます。コルゲン ET 錠。ビーフ、ビーフ、キャラット、キャラット、ポテト、ノノノ、ポテト、ポテト、ポテト、うまさが大きい、子が大きい、ハウスリーゴーゴー。今宵のメインイベント60分の一本勝負であります。選手紹介、金髪のあご砕きジョニー・エース29歳、第1級殺人岩石落とし主スティーブ・ウィリアムスです。打つ、蹴る、超える、まさにプロレス原人本田タモン。川田俊明、この秋みそじ男の正念場、川田俊明です。さあ紙テープがリングに投げ込まれました。なんといってもこの一戦、画面左スティーブ・リアムス、先日 9.3 日本武道館対小橋戦三冠戦初防衛に成功いたしました。タッグパートナーがジョニー・エース、そしてこのシリーズの最終戦、画面右川田俊明、彼にとっては6回目の三冠挑戦、チャレンジャーを目前に控えております。目前にしてこのスティーブ・リアムス、さあ一言二言言葉を交わしております。外国人芸ハイタッチです。こちらはいつも通り寡黙な川田俊明です。さあ先陣を切るは川田俊明、そしてジョニー・エースであります。いよいよこのシリーズ最終戦 10.22日本武道館、川田俊明、自身としては6回目の三冠チャレンジであります。おっと、そしてウィリアムスが出た、ああ早くも三冠の
前哨戦となりそうな気配があります。ニュートラルコーナー、してブロックした、先に投げたのは川端だ。あ、顔面蹴りだ、顔面蹴り始めた、早くも蹴り始めた、天高く蹴り始めた、秋であります、燃えております、川端だ。おお、瞳の奥に今炎を出した放送的円錐切り。ババさん、この川田の意気込みがひしひしと伝わってきますね。あの川田はね、チャンピオンカージバンでウィリアムスと決勝戦で勝ちましたからね。そうです、川田は川田で自信持ってますよね。今お話にありました4月16日チャンピオンカーニバルの優勝戦、25分と48秒、最後は川田のパワーボムでこのドクターデスが沈んだのであります。まあ、これまでこのスティーブ・ウィリアムスとのシングルマッチ7戦いたしまして2勝3敗2つの引き分け、非常にまた特にこの最近4試合では2勝2分けと分のいいフォアだと仕上げであります。三冠戦に対しては随分と自信を持ってこのシリーズジャイアントシリーズに戻ってくるはずでありましょう。さあ、目にも止まらぬ速さでこのスティーブ・リアムス、川田俊明、さあ、今見えておりますが、さあ、ジョニー・エースが加わりました。さあ、合体します、外国人へ、何をどうする、クロスラインチョップ、モンドリ打ってダウンしました、カバーした、今日のファーストカバーはジョニー・エース、カウントは2です。さあ、ジョニー・エースが出てまいりました。このウィリアムスとね、はい、ジョニー・エースは非常に今最高のチームですよね。いいですね、まあ、先日の7月22日清水大会、このウィリアムス、ジョニーエース組、世界タッグ王座に初挑戦いたしましたが、馬場さん、その堂々たる戦いぶり、評価を上げましたね。そうですね、負けて両者ともにまたその自信をつけたんじゃないかと思うんですね。そうですね。さあ、そしてこのホンダカモンであります、93年の10月8日テッドデビアス戦でデビューいたしました、丸1年であります。馬場さん、このホンダカモンの1年間どう振り返りますか。でまあ、もたもたしてましたけども、ほうほう、今は割り方よくなってきましたね。ただしやっぱりあの、なんて言いますか、相手に攻めまくられるともう本当に手が、はい、手も足も出なくなる状態があるんですよね。まあ、そこは一つでも手数を増やしていきたいというところですね。よく食べます、そしてよく動きます、まさに育ち盛りと31歳、本田多聞であります。エルボードロップかわしました、よく見ております、本田ドロップキックです。さあ、ここからです、一つでも多く、一つでも高く、一つでも強く、本田多聞、さあ、続きです、無骨ながらもダイナミック、本田多聞、ネックフリーカードロップ、馬場さん、今のネックフリーカードロップ、いいですよ、はい、いいですね、もうやっぱりシャリムに行くというところがね、はい、出てくれば本当にいいと思いますね。まだ1年ですからね、はい、そんないろんな技をね、すべてその上手にやれるわけないんですよ。ですからもう何か一つね、うん、そのいいものを持ってどんどん、そのダメでもいいですから、うまくなくてもいいですからね、どんどんやっていけばいいですね。今の飛び蹴りなんか見てましてもね、はい、そんなにいい飛び蹴りじゃないですよ。でもやっぱりね、出していくということがね、その勉強になりますからね。なるほど、まずはこの熱きハートというんですか、この気持ちを前に出すというところですね。さあ、優に及ばず3期連続のオリンピック代表選手、世界の本田を目指せ、ラリアットであります。素早くカバー、ドクターです。2カウントです。現3冠統一ヘビー級チャンピオンスティーブ・リアムスが今川田を挑発いたしました。川田にこの大きな背中を向けまして、スリーパーホールドであります、虚空をつかもうとしております、本田多聞。さあ、ここからどのように返すことができるのか、本田多聞。さあ、まずは頭に手を回しました、ゆっくり立ち上がった、お、顎砕き、馬場さん、これはいい手ですね。そうですね、ですからね、いろんな人のやることを全部真似していけばいいんですよね。なるほど。さあ、ここからです、本田多聞。さあ、外国人エリアジョニーエースの膝を受けてしまいました。ウィリアムスからエースへ合体します、ミドルキック、ジョニーエースが残ります。現在29歳、デビュー7年半、ジョニーエース、身長が194センチであります。さあ、続きです。さあ、そして川田にタッチを行いました。さあ、もう蹴りたくって蹴りたくってうずうずしておりました川田俊明、逆水平チョップ打ち込んでいきます。さあ、おスピードが増してきた、これに負けずとジョニーエースです。
8シリーズのうちこのジャイアントシリーズが7シリーズ目ということになります。最終シリーズが世界最強タッグ決定リーグ戦なので、三冠戦が行われるシリーズは、まあ、このジャイアントシリーズが最後と申し上げてもいいでしょう。その最終戦、この川田俊明、スティーブ・リアムスにチャレンジいたします。三冠超フェリー級選手権試合、悲願の三冠奪取に向けて、まずはこの開幕戦白星発進したいものであります。スリーパーホールドです。どうでしょう、馬場さん、この川田としてはこの半年の間に三沢選手が、まあ、三冠のベルトを奪われ、そして小橋がこのスティーブ・ウィリアムス相手に非常にナイスファイトを展開した。川田も、まあ、心中穏やかではないでしょうね。そうでしょうね、ですから川田もね、はい、あのチャンピオン会合で非常にいい試合をして勝ちましたからね、はい、ですからね、もう満を持していると思うんですね。そうですね、ウィリアムスなら俺に任せろという気持ちでね、はい、ウィリアムスはウィリアムスで、非常にもう自信つけてますしね、見ものですよね。10月22日日本武道館大会、三冠統一ヘビー級選手権試合、2度目の防衛戦、スティーブ・リアムス、チャレンジャーはこの川田俊明であります。今は力と技と言ったら、そのウィリアムスの方が誰にも負けないような感じがしますね。そうですね、ただ馬場さん、最近4試合では2勝2分けなんですよね、川田ね。そうですね、非常に楽しみな一戦です。最終戦です。さあ、エルボーでかわしました、距離を取りました川田俊明、ハイキックです。さあ、金髪が知事に乱れております、ジョニーエース。さあ、場内からもタモンという熱き声援が飛んでおります。本田タモン、さあ、その声援に応えるか、鈴木です、下腹部に鈴木、一つながらもダイナミック、2リフトアップです。さあ、何でもいいんです、攻めていけばいいんですよね、そうですね、はい、とりあえず高津を出すんです、打ちます、鈴木です、まあ、彼にはカタカナの、まあ、英語表記の技よりも非常にこの日本語表記のネーミングが似合います。さあ、転がしました、鈴木です、倒れていきます。さあ、随分とダメージが緩くなってまいりました。ジョニーエース、膝を落としました、覆いかぶさりました、カウントは2つです。さあ、低いアングルからエルボーを落としていきます。デビューちょうど丸1年、ジョニーエース、いや、本田タモンであります。このジョニーエースを相手に、まずはゴムとそれ以上の展開をしたいところですが、ジョニーエース、スティーブ・リアムスのカットに助かりられました。さあ、場外です、向こう上面です、絶対ホイップ。さあ、ジョニーエースがエプロンにいるぞ、おー、ショルダータックルです、天を仰いでおります。向こう上面、本田タモン、さあ、ここからです、ジョニーエースにリングの中に戻されました本田タモン。さあ、まずは返すこと、2カウントです。さあ、そして立ち上がること、そして打つことです。さあ、スティーブ・リアムスが投げました、ラリアットダッキング。さあ、タモンどうする、あー、抱え上げた、前に落とされました、自力で返しました本田です。さあ、この本田に寄せられる拍手の量も増えてまいりました。両の足を取ります、このスティーブ・リアムス、おー、長い舌を出しました、挑発しております、川田俊明。さあ、その挑発にいざなわれるのなく、おー、背中にキック、掃除男の正念場、94ジャイアントシリーズであります、川田俊明、たまらずにカットに出ました。さあ、さあ、そしてこちらスティーブ・リアムス、ジョニー・エスコ、世界最強タッグ決定リーグ戦を睨んでナイスなコンビネーションを見せております。さあ、フォーカス止めた、最近凄みを増してまいりました、このダイビングラリアットカバーします、2カウントです。川田俊明もそう必要なカットプレーには入っておりません。まずはこのデビュー丸1年、本田タモンの出方を見ようということでしょう。方法をわりかし的確にこの本田タモンにアドバイスを送っております川田俊明です。今60分の一本勝負、逃げろ、足をかわせ、
一つ一つアドバイスを送っております。まあね、エースの足が長いですからね、マットについてますからね、なかなか簡単に外せないですね。はい、さあしかしじわりじわりとでありますが、今ロープブレイクです。ロープに振りました。さあ、がぜん手数が減ってきてしまいましたホンダです。まあ、このジョニーエースでありますが、このシリーズ全17戦のうち15戦がスティーブ・リアムスとのタッグマッチです。タッグを組みます。世界最強タッグ決定リーグ戦を睨んで、このシリーズさらに大きくアピールをしたいジョニーエース。さあもう一丁と声がかかっております。続きです、続きです。さあ思わずジョニーエースが後ずたりしておりますが、さあ対角線に振りました、振られてしまいました、かわした、さあ今だ、トモンだ、タモンだ、担げた、バックドロップ、返しました、本田タモン。さあこれで川田にタッチをすることができるか、今タッチ成立、川田が入ります、まずは蹴ります、左左、追い込んだ追い込んだ、ユンドラコーナー、そして側頭部にキック、抱え上げた、ボディースラムです。さあセカンドドロップから見据えて2位ドロップです。果敢な川田さんの反撃、ツーカウントです。ロープに振りました、川田が走った、不十分な当たりでありますが返す刀でスティーブ・リアムス。さあ独断場だ、川田俊明。さあパワーボムかストレッチクラブか、たまらずスティーブ・リアムスが入ってまいりました。もう4選手ともに汗びっしょりです。持ち上げた、かわした、バックに待った、エースクラッチャーか、エースクラッチャーか、ホンダがカットに入るか、ホンダがホンダカットに入る、それをかわした、ロープに振った、スピンキック、バックスピンキック。さあ4選手の激しい息遣い、放送席よく聞こえてまいります。さあ分断手払いを出しました。さあ大きな試合で山本を訪れる場外でスティーブ・リームスとリアムスと川本志明、あ場外で奥川がスタッフリーズを、不十分な体勢なら投げました。しかしリングの中はジョニーエースと本田さんであります。さあ白星発進をするのはリアムス組か川本組か、こちらがシリーズ最終戦三冠戦を控えています両雄であります。さあリングの中本田さんも頑張っている、頑張っている。さあジョニーエースが、さあそのジョニーエースにカットに入りました、バックドロップ、いい角度で入りました、川戸俊明。さあ本田タモンです、見せるか見せるか、ダイビングヘッドバット飛んだ、ダイビングヘッドバット、フラッシュが一斉に流れました、カバーした、2カウントです。さあ試合が大きく動き始めてまいりました。さあ頑張れ馬場さん、ここからホンダの進化が問われますね。そうなんです、ここからあと何を出すかね、はい、期待しましょう。ホンダタモン対角線です、ロープに振りました、ラリアット。さあ汗がミスが飛んでおります。さあ後ろに投げました、水晶落とし、2カウントです。さあホンダタモンだ、さあまたもや飛ぶんでしょうか、髪の毛が縮み慣れております。ホンダタモン、さあスティーブ・リアムズがカットに入る、さあそのウィリアムスに川田がキックを浴びせました。さあホンダにチャンスを与えた、場外がウィリアムスと川田の千秋、さあリングの中が危ない、危ない、ホンダが流れ式と流れ式と何を浴びてしまうのか、危ない、ピンチです、ピンチです、日本人へピンチ、流れ式のブレインバスター、場外ではウィリアムスと川田の千秋、ウィリアムスが今にも戻ろうという体勢でありますが、さああとカウント2で返しました、カウント2で返しました、ヤンヤのヤンヤの歓声です。霞ヶ浦文化体育会館、さあドクターですが第1球殺人岩石落とし主が登った、さあ激しいタックルを見舞いました。川田はカットに入れるのか、川田はカットに入れるのか、今エプロンサイド大きく頭目を垂れておりますが、あっおお前に倒しました、合体のフェイスクラッシャーです。さあ川田はカットに入ります、さあしかしちょっと川田の一挙手一投足にパワーがなくなってまいりました、心配です。さあウィリアムスとエースが合体してボンドリ打ってダウンしてしまいました川田です。日本陣営大ピンチ、試合時間15分を警戒しました。さあオクラホマか、オクラホマのスタンピードか、さあハンバックに据えて十分な体勢から今オクラホマスタンピード逆指、川田がエタリア王とリングイン、まだ分かりません、まだ分かりません。
ということでダウンしてしまいました川野千秋。さあ抱えた抱えた、バックドロップ、第1球殺人、岩石落とし、カウント3です。最後は本田多聞が捕まってしまいました。現三冠統一ヘビー級チャンピオン、日本陣営一周、勝負タイムが15分と36秒でありました。いやー、馬場さんいかがでしたか。そうですね、本田もやっぱりあの技を食ったらまだそのね逃げるという状態までにはいきませんね。そうですね。そして川田も場外で随分痛めつけられてしまいましたね。そうですね、あれはやっぱり、助けに行けませんでしたね。はい、全日マット秋の日94ジャイアントシリーズ開幕戦、スティーブ・ウィリアムス組が外貨を上げております。放送席、ジャイアントママさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あなた大好き乃木坂ナイト、あとネオンに二人が浮かぶ、ちょっとよろかこいきなお店、ワイン片手にシルクのリズム、にやさないの。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。椅子も交わさず、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。天そばどれでもいいよね。 OK、 天ぷらはサクサクせんと寂しいぞ。何やつ、どん兵衛にしなさい。いや、お味方、後乗せサクサクじゃ。サクサク、うどん、どん兵衛、そばどん兵衛。もし、この前は世直しどん兵衛じゃ。目指せトップアイドル。マネージャーさん、歌にお芝居にダンス、いろいろレッスンしてくださいね。頑張ります。 BC98 でデビュー、アイドルプロジェクト。ねえみんな、マミちゃんたち今度は麻雀やるんだ。でも勝負の結果で進路が決まっちゃうんだって。優しい先生だといいな。スーパーファミコン卒業。KSS、 優しくってしっかり者で生活上手、こんないい女いないわよね。うん、上出来、生活上手、アイフル上出来。よし、生活上手、アイフル。一人一人にちょうどいい。左腕を集中して攻めていきます。小橋が自らタッチして出てまいりました。場内大きな歓声、2800人超満員です。静岡産業館、小川が振ったショルダー、巻き投げ、腕を取ります。秋山に続いてこの小橋も小川の左腕を攻めていきます。徐々に徐々に小川のスタミナ奪っていこうという作戦でしょう。長世代軍です。さあ、ロープに振った、巻き投げです。巻き投げ、よく見ています。小橋左腕を持ったままスタンディングの体勢です。さあ、今度は小川が小橋を振ったぞ。一軸、おっと、下腹部にきれいに命中しました。さあ、田上明が入場です。本シリーズ最終武道館大会ではこの
田植えと小林がタッグを組みまして三沢ハンセンと激突します。夢のカードが組まれております。この小林と田植えがタッグを組むというのは実に4年3ヶ月ぶりです。さあ田植え、新進区カウンターで入ります。ストンピングを打っていきます。今年に入ってからこの田植えと小橋シングルマッチで3回ぶつかっておりますが、いずれも30分時間切れ引き分け、実力伯仲しております。さあ田植え、ニュートラルコーナーを利用していつものようにネチネチと攻めていきます。さあチョップを打っていく、耐えます。小橋、耐える小橋、逆水平。さあ小橋得意の逆水平、チョップの打ち合い、センキックです。さあ三沢が今日最初のリングインです。先ほども申し上げましたように、この三沢は最終同冠大会ハンセンとタッグを組みまして田植え小橋組と対戦します。まさに夢のカード。エルボー打っていきます。さあひときわ大きな歓声、川田がリングインであります。リング上三沢そして川田、幾多の名勝負を繰り広げた両者、今日最初の激突です。タックル、タックルは川田の勝ち。一スルーします。もう一度、あっとこれは読んでいた、川田よく見ていました。さあ川田俊明、最終武道館大会ではスティーブ・ウィリアムスの保持する3冠ヘビー級タイトルに挑戦します。そのためにもそれまでの道のり順調なものにしていきたい。さあ川田、動きがやや止まった感があります。さあ調整大軍コーナー追い詰めていきます。三沢エルボーを落とす、入れ替わって小橋がキックを打っていきます。川田俊明チョップを耐えます。もし22日タイトルをウィリアムスから取ることができたら、その次には三沢さんとタイトルをかけて勝負をしたいと話していた川田であります。チョップを打っていく、さあブレインバスターの打ち合い、上がるか、体勢が崩れます。おっとお互い意地と意地のぶつかり合い、リングのほぼ中央、おっと小橋が、小橋が上げるか、うんな、こらえる、こらえる、川田もこらえます。小橋が上げた、対空時間が長い、ブレインバスターカバーします。さあおっと今日疲れた小橋、川田得意のキックが炸裂しました。さあそして小川がリングインです。先のシリーズ9月3日の武道館ジュニアヘビーのタイトルに挑戦し惜しくも敗れましたが、本当に惜しい戦いを見せました小川です。リング内、小川そして小橋、小橋をロープに振った、エルボー素早くカバーです。カウントを一つで返しています。小橋健太エルボーです。チョップをエルボー、小橋はチョップ足を取ります。投げ倒す、小川の髪を掴んだ小橋にレフェリーから注意が与えられました。田植えがリングインです。目まぐるしいタッチワーク、正規軍ロープに振った、ハイキックが待っています。最終武道館大会では
タッグを組むことになっているこの両者。田上と小林、おっとジャンピングに、あー三沢がリングインです。エルボーエルボー、ロープに振った、ラリアット、田上の動きを止めました。そしてロープに振ってどう出る、おっとボディアタックからカウントは2つ、田上返しています。サーフボードストレッチに取りました。リングほぼ中央、三沢光晴です。前人未到の三冠7連覇を成し遂げた三沢ですが、今は無冠です。しかしベルトは失っても狙われる立場に変わりはありません。三沢光晴、サーフボードスタンディングに持ち込もうという田上明、力が上半身みなぎります。さあ力比べ、根比べ、意地比べです。あっと田上取り返しました、おっとキックでエスケープ、さすがは三沢ミサル、エルボーを打っていきます。ステップキック、秋山潤、秋山対田上明です。リングライドーピン振ってジャンピングに豪快です。アスナラを脱出するためにも、脱アスナラの公約を果たすためにも、今日のシックスメンタックマッチ完全燃焼ではいけません。さあチョップを打っていく、打っていく、投げ倒す、さあロープに飛んで、ラリアット豪快、田上左腕で、試合時間10分を経過しました。超世代軍対正規軍のシックスメンタックマッチ、ここまでの時間五分と五分と言っていいでしょう。さあリング内は川田、そして超世代軍は秋山純です。ロープに振った、ニルキック、サッカーボールキック、バシッという音が放送席まで聞こえてきました。さあそして秋山は場外、田上が鉄柵を利用してギロチンホイップ場外で打っていきました。これはたまりません。秋山まだ続きます。場外田上の攻撃まだ続きます。おっと小橋が見かねて、今度は逆に、あ、振り返されました。小橋助けに行ったはずの小橋ですが、逆に鉄柵に振り返されてしまいました。さあそしてリング上、川田待ち受けます。エルボーを一つ落としていきました。秋山純方法の手、宮本チョップの打ち合い。9月の17日にデビュー3年目に突入した秋山、ドロップキック、いいタイミングで決まっています。あーしかし先ほどの場外でのダメージがまだ残っているんでしょうか。秋山呼吸が大きい、乱れます。小川リングイン、デビュー10年目の小川、そしてデビュー3年目に突入した秋山です。フライングメイヤー、ストンピングを打っていきます。喉元のあたり、連発容赦しません、容赦しない、まだ打ってる、やめない、休まない小川、おっとそしてダブルのフットスタンプ、休みません小川、フットスタンプ。場内からは大きな秋山コールが起こってまいりました。ヘッドバット、休みません小川、連発です。2カウントで返しています秋山。先ほどの場外でのダメージ、そして今のダメージ、これは苦しい秋山です。代わって田上がリングインです。さあニュートラルコーナーに据えつけました。さあ場内からはブーイングが起こります。あ
これ見逃しの田植えのえぐい攻撃打っていきます。逆さ釣りは秋山です。先ほどの場外に続いてそしてリング内では小川の必要な攻撃そして今度はニュートラルコーナーに吊るされての攻撃です。あーっと背後から小川髪を掴んで秋山にダメージを加えていきます。今やっと外れました。これは早めに秋山としてはタッチに持っていきたい。しかし捕まっております。今度は逆のあーっとニュートラルコーナーもんどり打って倒れました。秋山カットに入ろうとする三沢そして小橋ですがタイミングを測ることができません。あそして自分の青コーナーの方に秋山陣を連れ帰ってまいりました田植。そして川田にタッチです。最終武道館大会で三冠戦が控えているこの川田あー田植に続いてあーえぐい攻撃あー秋山の体がカタカナのコの字のようになっておりました。試合時間15分を経過しました。長世代軍対正規軍のシックスメンタックマッチこの時間対秋山純正規軍の必要な攻撃に捕まっております。動きが止まってしまいました。先頭カバーはカウント2しかし秋山も波の男ではありません。小川が出てまいりました。先ほどはストンピングそしてヘッドバットと必要な攻撃をこの秋山に仕掛けていきました。小川 STF です。 STF あーっと体力がかなり消耗している秋山にとってこの STF は厳しいがそれでもロープに向かって匍匐前進を続けていきます。秋山10センチ20センチずつロープに近づいていって今手が届きました。ロープブレイク秋山としてはしかし早めにタッチしたい。もう一度 STF リングのほぼ中央です。秋山手を伸ばしますがまだロープまでは1メーターいや2メーターぐらいありますでしょうか。 STF あしかし徐々にロープの方向に秋山北前進を続けていきます。一度エスケープしたこの STF おっと川田は小橋を場外に落としたカットに入ろうとした小橋を場外に落としました。さあもう少しだ腕を伸ばせ秋山あ小橋がカットに入りました。 STF を離します小川ハイウェイにタッチです。あもうフラフラです秋山ギロチンホイップ場内からはブーイングです。ブーイングです。ああもう立ち上がることができません秋山。しかし三沢小橋もこれは秋山の力を信じてカットに入ろうというところではありません。さあ秋山最後の力を振り絞るかロープブレイクロープブレイク危なくパワーボムの体勢に入られるところでした秋山。さあもう一度さあリング中央リング中央ここでパワーボムを送ったら危ない秋山こらえます。秋山こらえます。三沢もカットに入るタイミングを伺っている模様。おおこれはお秋山返すか返すか秋山返していきました。さすがは秋山純。さあそして見かねて小橋がカットロープに飛んであこれをキャッチした田植が逆にギロチンホイップ。おおこの田植に秋山ドロップキックを打っていった。三沢がリングインです。エルボーフライングエルボー。さあそして場外に落とした待っていたのは小橋鉄柵に振ります。さあ秋山と合体小橋がホイップそして秋山がエルボーです。三沢がトップロープ
さあミサイルキック胸元に命中です。先ほどのジョーが、おそしてタイガードライバー打っていった。カウントはカウントは2、川田が間に合いました。川田が間に合いました。タイガードライバーはカウント2で返しています正規軍。あそして逆に川田がパワーボム、もう返した。逆に丸めていきます。テレボーを打っていく。さすがは三沢ミサル、三冠7連覇は伊達ではありません。さあ場外では小橋、あっとブランチャーを完攻、三沢です。場外で川田が大の字。三沢リングに戻ります。試合の権利があるのは正規軍田上明、そして三沢ミサル長座大軍。タイガードライバーの体勢、小川カットに入ります。ハイキックを打っていく。ここで一旦小川がつなぎます。ロープに飛んで、あとバックブリーカーからボールはどうだ。カウントは2、小橋がリングインです。あー回します、回します。回転ユリース固めに取ります。さあ平行感覚を失わしたところでカウントは、カウントは2。さあしかし今はフラフラです。さあ握った、握った、静岡の夜に舞うか小橋。川田がカットに入ります。さあしかし小橋は依然としてロープ上。さあお小橋逆にピンチを迎えるか、逆にピンチ、なだれ式のバックドロップです。ああこれはかなりのダメージ。小橋後頭部まともにマットに叩きつけていきました。川田がリングイン、川田対小橋。逃げると、おっと連発、連発打っていきます。おっと負けてはいません、負けてはいません小橋。キックの応酬です、キックの応酬。そして耳の付け根のあたりでしょうか、下下げりチョップ。ああそして、ああそしてストレッチプラム、ストレッチプラムです。ああこれはしかし間に合いました、三沢が間に合いました。そしてロープに飛んで、これはハイキック、キックを受け止めた小橋。素晴らしい連携を見せます長世代軍。秋山がリングインです。ロープに飛んでキックを見せます。ジャンピングにエルボー。さあそして得意のスープレックスに入ろうというところ、おっと変形のバックドロップ。カウントは2。秋山果敢に打っていきました大技。そしてニュートラルコーナートップロープです。秋山はトップロープ、あとしかしこれは読んでいました。キックで迎撃、カウンターで入りました。おー豪快、豪快、タウネのラリアット。カウントは2、カウントは2です。さあタウネ、喉は喉の体勢、ぶつけていきました。考えています、よく見ています、タウネアキラ。さあそしてブロチホイップはかわした、あーっとしかし投げ倒します。おっと一人で二人がかりだ、ロードは落とし、三沢に打っていきました。しかし試合の権利があるのは秋山純です、秋山純です。秋山もフラフラ、ボディスラムを打っていった。トップロープには小川、ダブルのフットスタンプ、そしてカバーです、カバーです。ああカウントは2、カウントは2、危ない秋山、カウント2で返しています。そして小川得意のバックドロップから、ああカバー、危ない、カウント2、カウント2、小川追い込んでいきます、秋山追い込んでいきます。3発目は食わない。さあロープに飛んでラリアットかわした小川、おっと
組み付き十字固め。カウントは2、カウントは2。小川見せます、ヘッドバット。さあ今度はあーとカウンターのフロントスープレックス、秋山独特。さあそして小橋です、小橋リングインです。円錐切り、あー小川見せます。あーしかしケンタッキーボム、これを食ったら危ない。カウントはどうか、カウント2、カウント2。川田がカットに入りました。さあリング上、田植えカットに入る、それを秋山が抑えます、秋山が抑えます。さあリング上1対1になった。小橋パワースラムから、幅はどうか、カウント2。小川素晴らしい、頑張ります。さあしかしオリジナル逃げた、静岡の夜に舞うか、ムーンサルトプレス、ゴール、カウント3。最後はムーンサルトプレス、超世代軍対正規軍シックスメンタックマッチ、最後の最後は小川義成が小橋健太からカウント3奪われてしまいました。しかし小川よく頑張りました。Let's go. Won't you take my hand, for I will be your man. So tonight we're gonna dance the night away. One and one is two, don't you be so cruel. Synchronize this love is what we got to do. All the time we'll be together, cause it's yours. あなたの笑顔がもっと見たい。円ショップ竹藤です。ビーフ、ビーフ、キャラ、キャロット、ポテト、ノノノ、ポテトだよ。あなた大好き、乃木坂ナイト、あとネオンに二人が浮かぶ、ちょっとよろか小粋なお店、ワイン片手にシルクのリズム、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。逃がしはしないずっと椅子も交わさず。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ドクターです、ウィリアムスです、王者です。画面が熱くビリビリし始めました。風格です。対するチャレンジャーデンジャラス系川田、まだその姿がありません。今宵6回目のチャレンジ、心中はいかに。何かが起こる、何を起こすのか、焦点の館。何が起きても我々は冷静にその現実を受け止めねばなりません。ならば、いでよ時代の寵児たち。94年シングル戦線の総決戦、今年最後の三冠戦です。 PWF ヘビー、ウィンターヘビー、UN ヘビー、3本のベルトがジャンボ鶴田の手によって統一されたのが89年の4月18日、あれから5年半。時は移ろい、街並みは変わろうとも、流した汗と涙の意味は決して変わらず、その記憶も色褪せることはありません。さあ、今宵川田が我々に与えるものは何か、そして今宵我々が川田に託するものは何なのか、いろんな思いがブレンドされて、今宵極上の夜を迎えようとしております。背中にはデインジャラス系、川田俊明、今リングに向かいます。旗揚げ22周年記念シリーズ最終戦、この日本武道館、今ゆっくりとその歩みを四角いリングに向けてまいります。さ
さあ今到着いたしました。チャレンジャーデンジャラス系川田俊明、デビュー丸12年30歳と11ヶ月リングイン。やや目線を下に落としながらの入場でありました。さあ日本武道館1万6000人のメルティングポイント融点が近づいてまいりました。今にも昇天しそうな溶けそうな秋の夜です。携えるは三冠のベルト、黄金に光るベルトであります。さあこの白いガウンに身を包んだ第11代三冠王者スティーブ・リアムス、眉間にシワを寄せております。さあ今武道館の中にやってまいりました。毛穴が開くような旋律を今宵あなたに。来てますよ、来てます、かなり来ております。今宵2度目の防衛戦を迎えましたスティーブ・リアムスであります。今リングインです。高々とそのベルトを空に上げましたスティーブ・リアムス、第11代三冠チャンピオン、王者の風格です。さあ認定証が読み上げられております。早くも所狭しとこの四角いリングを小躍りするかのようなスティーブ・リアムスであります。対してゆっくりと首を回しておりますチャレンジャー川田俊明、ほうほうほう、ドクターステップか、体をはたいております。そのポンポンという音が館内に響き渡っております。今初めてスティーブ・リアムスと目を合わせました。こちら川田俊明です。今この3本のベルトが本部先に返還されようとしております。60分の1本勝負、ドクターですか、はたまたデンジャラス K か、世紀の一瞬を迎えます。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分1本勝負を行います。村上コーナー挑戦者260ポンド川田。特別な夜です。94年10月22日川田俊明、恐るべし第1級殺人岩石落とし主、第1代11代三冠チャンピオンスティーブ・リアムス。さあ三冠統一ヘビー級選手権試合まもなくゴングです。まさにこの四角いリングを中心とした同心円が波のように日本中に広がり始めました。こちらがチャレンジャー川田俊明、これが6回目の三冠チャレンジであります。対するチャンピオンスティーブ・リアムス、これが2度目の防衛戦ということになります。これが今年最後の三冠戦です。ゴングを待とう、今鳴らされました。60分の一本勝負、さあどのように組み合うか、どのように火花散らすか。ファーストアタックは何だ、ファーストブレイクは何だ、おほう、これは満場一致の川田コールだ。長い舌を見せましたスティーブ・リアムス、棚心に唾をしますスティーブ・リアムスです。さあツーショルダーのタイツウィリアムス、さあ手を探ろうという川田です。組み合いました。おっと足を取りました川田です。足を取りました、グラウンドに持ってこようというのか。さあアバレスの素養は両選手ともに十分にあります。緩やかな立ち上がりです。さて放送席桃田光雄さんです、はい、まずは桃田さん、川田の表情どうご覧になりますか。幾分ちょっと緊張してるかなっていうふうには見えますけどね、はい、さあ対するウィリアムスの表情は、やっぱりちょっと余裕が、やっぱり1回防衛したということで、余裕がちょっと見えるような気がしますね。ありますか、まあ、川田選手の方がちょっと緊張気味かなという気がします。そうですか、それにしても桃田さん、このシリーズスティーブ・リアムスは随分と飛ばして、そしてこの最終戦まで来ましたね。そうですね、なんていうんですか、もう全力疾走という形でしたね、はい、やはりそれはチャレンジャー川田に対してのこのコレミオガシの、まあ、言わんばかりのそういったアクションもあるんでしょうかね。そうですね、アピール当然あると思いますね、そして迎えました今宵日本武道館最終戦三冠統一ヘビー級選手権試合であります。チャレンジャー川田としてはこれが
三冠、6回目のチャレンジということになります。対するスティーブ・リアムスはこれが2度目の防衛戦です。この第11代の三冠チャンピオンスティーブ・リアムス、7月28日に当時チャンピオンの三沢を破りまして、この頂点に輝いております。そして未だ記憶に新しい 9.3 日本武道館、おーほー、花っ柱を付け合わせております。花っ柱、強い男たちであります。それを嫌いました川田です。一つ唾を吐きました。 9.3 記憶に新しい小橋健太との初防衛戦、あの時は桃田さん、三冠史上最長タイム41分23秒だったんですよね。すごい試合でしたね、まあ、あの一戦、改めてこのウィリアムスの尋常ならざるパワーといいますか、スタミナ、思い知らされましたね。そうですね、さて、こうした質問を桃田さんにぶつけるのは何かもしれませんけども、ズバリどうでしょう桃田さん、このスティーブ・ウィリアムスの資格というのはどこにあるんでしょうね。難しいですね、強いて言えば一度ちょっと足を痛めたということがありますので、当然それはあの本人も意識している部分は多少あると思うんですよね、はい、そこぐらいですかね。もう腕といって首といってないですね。ですよ ね、まあ、今桃田さんからその膝という話でありましたが、先シリーズの前に、はい、来日前に、左膝の手術をしました。でその左膝をかばうあまり右膝にも逆に負担がかかっているのではないかという、まあ、予測も当然成立するわけなんですが、本人は否定しております。あの先シリーズから今シリーズにかけてですね、はい、今シリーズはその膝のなんていうんですか、故障というのは全然感じさせない試合運びをしてますね。そうですね、だからやっぱりあのかなりもう要するに手術をしたことによって、あの完治にあの近い状態に戻ってると思って間違いないと思いますね、はい、となってくると資格はないですね、見当たらないということになってしまいます、さあ川田俊明であります、グラウンドに持ち込みました。しかし、まあ、川田としての非常にこの、まあ、優位を裏付ける、優勢を裏付ける情報といたしまして、まあ、過去この川田対スティーブ・リアムスシングルマッチ7戦あるんですが、川田の2勝3敗2つの引き分けですが、しかし93年からのこの4戦に限って言えば川田の2勝2分けと、小野さん、がぜん川田が優位なんですよね。まあ、あの当然ね、川田選手はそれは頭の中に入ってると思うんですよね、要するに最近負けていないという、はい、あのそれは精神的には楽なんですよね。そうでしょうね。だけども、それが逆にプレッシャーになることもありますよね、だからこそこの選手権は勝つんだっていう、まあ、そこら辺がどういうふうに作用するかっていうのが、はい、あの心配なところですね。部分でのその奥深いところはもちろん我々放送席ではまあ細かく見ることはできないわけなんですが、まあ、とりわけ記憶に新しいのが 4.16 日本武道館チャンピオンカーニバルの優勝戦でした。このスティーブ・リアムス VS 川田俊明、25分と48秒最後はパワーボムの3連発で川田が勝ち、見事チャンピオンカーニバル初優勝を成し遂げております。今試合時間5分を経過しております。まあ、あの優勝戦、川田が起死回生の浴びせ蹴りを見せまして、そこからのパワーボムでありました。どうでしょう、桃田さんも今宵の何かの秘策といいますか、何か新しい技があるかもしれませんね。それは当然考えられると思いますけど、ウィリアム選手も当然経験してますからね、要するに前回と同じような形の、はい、あの何ですか、負けはありえないと思いますね。でしょうね。だから要するにその川田選手がそれにまた変わる、はい、何か秘策を持っていれば、はい、今膝を狙いました、桃田さん。そうですね、ちょっぴりこの不安があるのではないかというこのスティーブ・リアムスの左の膝を狙いました、低空ドロップキックです。川田はこの辺考えてますね。そうですね、やっぱり、ま、今のところ考えられる、はい、攻める箇所というのは、はい、やっぱり膝かなという気はしますよね。まあ、このウィリアムス本人は否定しているこの左膝の不安なんですが、まあもちろんこの対戦相手に不安があるとは堂々というわけはありません、さあそして今スティーブ・リアムスが戻ってまいりました。さあ序盤戦緩やかな攻防の中にも激しい当たりがありました。それは川田俊明のこのスティーブ・ウィリアムスへの左膝へのテイクドロップキックでありました。そしてその膝を集中的に狙っていこうというチャレンジャー川田俊明です。現在30歳と11ヶ月、デビュー丸12年、今宵特
別な夜とすることができるのか川田俊明。さてこのスティーブ・リアムス第11代三冠チャンピオンでありますが、まあ、この三冠4回目のチャレンジにしての奪取ということになりました。そして思えばそれまでの三冠チャンピオン三沢も4回目のチャレンジで体感しております。そして今宵川田は6回目ということになりました。まあ、挑戦回数から言っても桃田さん、この今宵取れなければという思い少なからず川田持ってるでしょうね。当然それはあると思いますね、さあこの一縷の望みをこの左膝に全て託して川田俊明がスティーブ・リアムスの足を攻め込んでいきます。まあ、三沢が三冠チャンピオンになった時が30歳と2ヶ月デビュー11年でありました。そして川田は現在30歳と11ヶ月デビュー12年、そういった意味でも十二分に機は熟しております。さあ膝への攻撃です。膝です、膝です。さあスティーブ・リアムスがあーっとかなり険しい表情を見せております。さあ体を回転させて、あ、苦しい表情を見せておりますスティーブ・リアムスです。さあその足を集中的に狙っていこうという川田俊明です。足を狙います。お、川田にしてはサンハンセンを思わせんばかりの大きな声を出して足を攻め込んでいきました。まあ、繰り返すようですがこの93年からの4戦に限っては川田の2勝2分け画前川田が優位であります。そうした精神的優位な、まあ、そういった精神的なものがこのリングに徐々に漂い始めてまいりました。たまらずにスティーブ・リアムス場外、あ、サポーターを外して、あ、膝の、あ、手術の後は伺います。手術の後はしっかりとありますがそのあたりちょっと抑えてます。随分と桃田さん気にしてるようですね、これね。いや、 やっぱり気になると思いますね、あの現在の状態が良くても、はい、また何が起きるかわからないっていう不安は必ずあると思うんですよね。そうですね、さあカッポッと放送席前であります。放送ちょっと足を引いている感がありますスティーブ・リアムスです。さあその様子を川田俊明がもう滝のような汗を流しながらじっと見つめております。左の足を確認しながらこのリングサイドを徘徊しておりますチャンピオンスティーブ・ウィリアムスです。まあチャンピオンとしては今宵2度目の防衛に成功いたしまして、そして年末の世界最強タッグ決定リーグ戦で優勝し五冠王を目指したい、まあ、そんな青写真を描いているところでありましょう。押さえております。さあ現段階川田チャレンジャー優位とお伝えしてよろしいでしょう。また足を狙いました。さあそしてさあ完全ではありませんがこれから STM の体勢に入ろうというんでしょうか。いやいやいや、上からのしかかりました。顔のあたりをロックしております。さあ試合時間フェイスロックですね、はい、今試合時間10分を経過いたしました。さあこの体勢危ないですよ。カード危ない。おバックドロップの上で十分に警戒しなきゃいけません。ショルダータックルゴムとゴムであります。ちょっと足元ふらついているがスティーブ・リアムス、さあ足だ危ない。今度は足を引っ掛けられたスティーブ・リアムスが足を取りました。足を痛めつけられているとバックドロップの時の踏ん張りもなくなってくるでしょうね。そうですね、いやいや驚きました。第1球殺人岩石落とし主、あのデンジャラスバックドロップを食らった日にはもうこの川田といえどもひとたまりもありません。勝負 の、あのあれにものすごい影響を与えると思いますよね、あれを食ってしまったらね、だけどやっぱり最初にあの足を攻めたのは功を奏してるって感じしますね。そうですね、はい、もう一つやっぱり踏ん張りが効かなかったみたいな感じしますね。
まあ、とにかくこのスティーブ・リアムスデンジャラスバックドロップと、まあ、お伝えしておりますが、あのバックドロップ引っこ抜かれる時のスピードと、そして抱え上げられた時の高さがもう尋常ではないと誰しもが口を揃えます。まあ、そうしたところから引っこ抜き大魔王の夢を取りますこのスティーブ・リアムス、あっという間に引っこ抜かれるんで、かけられた方は何が何だか分からないうちに、そうです、だから受け身を取る瞬、はい、あの間がないわけですよね。そうですね、まあ、このシリーズも若手選手が随分とこのデンジャラスバックドロップの餌食となってしまいました。今度はウィリアムスが川田の足を取っております。どうでしょう桃田さん、ウィリアムスとしては川田を寝かせることによって相手の動きを止めて自分の足の回復を待つということもあるんでしょうかね。いや、それも多少はあると思いますね、あの当然今足がちょっと踏ん張り効かないんで、はい、その様子を見てるという状態も当然あると思います。ご覧のように両選手も泣きのような汗であります。さあご覧ください、両選手の二の腕神々しくすら見えます。あーバックに回られております川田俊明。さあここから踏ん張り返して体勢を入れ替えるか。いつも試合直前までベンチプレスで鍛え上げております。川田俊明叫んでおります、超えております。その心が届いた、届きました、返しました。さあ力ではこの川田も待っておりません。しかしこのウィリアムスには瞬発力があります。一瞬の隙をついて引っこ抜かれます。十分に気をつかなければいけません。さあスティーブ・リアムス、チャンピオンの体が随分と赤らんでまいりました。力みなぎっております。リング中央であります。ああ、またまたスティーブ・リアムスに返されました。危ない、タイガードライバーか、危ない、タイガードライバー、投げ捨てタイガードライバー。いやー早くも力技、投げ技が来ました。危ない、あ、おーっと、場外です。いやー桃田さん、あの体勢から投げましたね。いやー本当すごいですね、本当に引っこ抜きって形です。はい、あ、タイガースープレックスでやりました、失礼しました、いやー思わず興奮して、いや投げられた後ですね、川田選手がすぐ反射的に起きようとしてるんですよね、はい、だけどもあの軽いノンシントみたいなのを起こしてますから、腰に力が入らないとそのまま崩れちゃいましたね、はい、いやあの体勢から見事なタイガースープレックス見せましたこのスティーブ・リアムス。そしてちょっとやはり膝を気にしております。10分序盤戦までは川田ペースだったんですが、ここに来て徐々にスティーブ・リアムスが息の根を吹き返してまいりました。今15分も経過しております。まあ、先日の 9.3 小橋健太とのあの三冠史上最長タイム41分23秒を思えば、まあ、15分経ってもこれは序盤戦と お伝えしていいかもしれません。ロープに振りました、ちょっとかわした、ラリアットをかわしました。スティーブ・リアムス、川田のフェイスロックみたいな、ほうほうほう、そうですね、そうですね、川田の顔が潰れんばかりに抑え込んでいきます。さあどうですか、モーさん15分を経過いたしましたが、ここまでの流れどう分析しますか。そうですね、まあ、あの前半やっぱり川田選手がかなり、あのスティーブ・ウィリアム選手の足を攻めたということで、あのウィリアム選手の動きを止めたんですけどね、はい、徐々になんか回復しつつありますね。そうですね、またその回復力も凄まじい恐るべしスティーブ・ウィリアムスであります。さあ足を狙います。当然川田はこの左膝への攻撃をよりどころにしてくるところでしょう。
完全に回復しないうちに次の手、その次の手を積み重ねていかねばなりません。今宵6回目の三冠チャレンジ、川田千秋、そして今宵2度目の防衛戦、スティーブ・リアムス。ああ打った川田がダウンしてしまいました。ああ頭をこじかれます。こうしてじわりじわりと相手のスタミナを奪って、そしていつ何時このウィリアムスが引っこ抜く効果、ロープに振りました。おお、ボディリフトアップです。ああそしてギロチンホイップ、喉仏のあたりを壊していきます。さあこちらが投げられた川田であります。そして投げたウィリアムスも左の膝をちょっと気にしております。さあ徐々に何かこの戦いの後ろ流れ、モメンタムがスティーブ・リアムスに傾きかけている、そんな気がしてなりません。94ジャイアントシリーズ最終戦、日本武道館大会であります。ショートレッジがラリアット、タクセン打った、ショートレッジラリアット、ああ押した、うんと、むしろ押し倒したというよりも自ら砕け落ちてしまったという川田俊明であります。94年シングル戦線の総決戦、今年最後の三冠戦であります川田ピンチであります。大好評シリーズコンプリートコレクション、その新作といたしましてウィリアムス対川田の三冠戦のビデオが緊急発売されることが決定いたしました。今回はなんと三沢ハンセン組対田上小橋組の夢のカードも特別収録です。1本に2試合収録のこのビデオ、大盤振る舞いといたしまして価格も据え置き、税抜き価格4800円です。12月1日全国一斉発売です。こうご期待、必ず買ってくださいね。ビデオコレクションです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ徐々に何かこの戦いの後ろ流れ、モメンタムがスティーブ・リアムスに傾きかけている、そんな気がしてなりません。94ジャイアントシリーズ最終戦、日本武道館大会であります。ショートレッジがラリアット、タクセン打った、ショートレッジラリアット、ああ押し倒、うんと、むしろ押し倒したというよりも自ら砕け落ちてしまったという川田俊明であります。94年シングル戦線の総決戦、今年最後の三冠戦であります川田ピンチであります。6回目の三冠チャレンジ川田、今年に入ってはこれが2度目ということになります。振り返りましょう。91年10月、当時チャンピオンのジャンボ鶴田、そしてキョーとやられております。場内からはブーイング、客さんがブーブー言っております。91年10月が当時チャンピオンジャンボ鶴田、92年6月が当時チャンピオンスタンハンセン、そして92年10月、93年7月、94年6月といずれも当時チャンピオン三沢に敗れております。今宵6度目、ボディアタックです。ブレインバスターか、ブレーンと垂直落下式ブレインバスター、いわゆる工事現場でいうところのボーリング式の脳天空打ち、食らってしまいました。今のは桃田さん、膝の不十分で落ちたのか、狙って垂直、いやいや狙ってますよ、狙っての垂直打ち、狙っての垂直だと思います。いやついに大技、荒技炸裂であります。スティーブ・リアムス今はね、要するに川田選手もですね、はい、向こうへ投げ飛ばされるって一瞬頭の中で思ったと思うんですよ。そういう体勢でしたからね、それが途中からストンと落ちましたからね。いやー驚きました。いわゆる工事現場でいうあのボーリングを混ぜるような垂直に食い込んでいくようなブレインバスターでありました。
では桃田さんかなりのダメージがありそうですね。本当ですね、もうこういう時は本当に気力だけですからね、やっぱりあの大きい技を受けた時っていうのは気力で返せるかそれだけですから、はい。さあ蹴りにもちょっと制裁がありません。カールド・シアキ20分後経過しております。危ない。スティーブ・リアムスが脇に手を回した時はスピンキック、倒れ込みながらのスピンキックでやります。さああの 4.16 チャンピオンカーニバルの優勝戦では浴びせ蹴り、そこからのパワーボム3連発で勝利を収めましたこの川田でありますが、さあ蹴って蹴りまくり自らの活路を見出すのか川田。さあスティーブ・リアムスカット目は見開いております。ゆっくりと仁王立ちだ。いやー長い舌を出しましたウィリアムス、エルボーでやります。いやパンチです、パンチでしょうか、一撃でダウンです川田。さあまた蘇ってまいりましたこのスティーブ・リアムス、あります、声がよく出ております川田です。顔面蹴りです。さあ汗が目に入るのか、瞬きの数が増えてきた。さあ危ない押し倒されました、押し倒れてました。さあ起き上がったゾンビのような顔面蹴り、汗がミストとなってこの放送席前に散ってまいりました。さあ川田が一つ顔を拭いた。さあ対角線かホイップか、トライルウィリアムスだ。トップロープを掴んでおります、ショルダータックルぶちかまし。さあひるむな、川田俊之ドロップキックです。危ない串田翔ドロップキック、へたり込むようにヒップダウン。さあウィリアムスもちょっと膝のサポーターを直しているようでありますが、この川田が時折空を見つめるそんな回数が増えてまいりました。ちょっと心配です。抱え上げるか、危ないぞ。おこらまスタンピードか、タンパックで滑る、これはなんとかこらえる。危ない。なんとか崩壊させました。危なかったですね桃田さん。いや危ないですね、いやあの今ね、コーナーにドロップキックをあのウィリアムスがやった時に、はい、多少ちょっとなんか自分の膝を打ったような感じで痛めた、なるほど。串刺しのドロップキックはまあ表裏一体であります。相手に対するダメージも大きいですが、当然その分自分の膝への負担も大きいということになりますね、さあこれは川田としては願ってもないチャンス到来か。ドロップキック押し出したこれ川田が飛ぶのか、いや立ち上がることができません。川田立てません、膝を押さえております。スティーブ・リアムス左膝です。随分とこの膝を気にする回数が増えてまいりました。さあリングの中川田が今立ち上がりました、ゆっくり立ち上がりました。さあこの体勢からは飛ぶことはないでしょう。さあトップロープスティーブ・リアムスの髪を掴んでおります。攻防しておりますが、やはり一つ一つの技が重いスーパーヘビー級スティーブ・リアムスがトップロープに登りますよ。何をすんのかな、あバランス崩した、バランスを崩しました。やはり桃田今バランスを崩すってのは膝ですか。そうですね、まあ、それでバランスを崩したけども、強引に持ってっちゃったんですよね、それを川田選手がよくあの見てたっていう感じですね、で着地もいささか不十分でありました。ならば川田です。30歳と11ヶ月川田と千秋、これが6回目の挑戦、特別な夜にしたい、そんな思いはファンもひとしおでありましょう。顔面蹴り、走ったラリアット、全身全霊ラリアットカバーした、カウントは一つです。でもあれ顔を切りましたか、ね、顔を切りました。
いつ切ったんでしょうかね。先ほどのラリアットでしょうか。さあここからさあ得意タワーボーに持ち込むか、まだ時期尚早か。顔面蹴りです、顔面蹴りです。しかし重い腰、重心の低い、その腰を落としていきます。スティーブ・リアムス25分を警戒いたしました。見つめ合う2人だ。パッター、返す、返すか。ウィリアムスがおパンチでやります。あ、両選手ともに攻撃を取れるか。2段川田敏明。さあこの顔面に赤いものが見られます。顔を切っているようです。スティーブ・リアムス、ドクターボム、水車落とし、スパインバスター、そしてなんといってもあのデンジャラスバックドロップ、いつ炸裂するのか。そして川田敏明、起死回生の新技はあるのか。さあ膝を狙った、膝を狙った。この険しいスティーブ・リアムスの表情、どうも桃田さん、はい、先日の小橋戦のようにはうまくいってないですね、スティーブ・リアムスもね、もう一つやっぱり攻めきれないですよね、はい、さあおーっとバックドロップ、バックドロップ、先に投げたのは川田、先に投げたのは川田と仕上げ、バックドロップに合いました。2カウントです。さあこれですね、はい、相手の得意の技を自分が先に出 す, そうです、ね、これ精神的に相手にものすごいプレッシャーかけますからね、さあそしてストレッチプラムです、ストレッチプラムです。さあ桃田さん、かかり具合、あ、ちょっと今崩れました。さあ腰を落としてのストレッチプラムであります。桃田さんどうですか。大丈夫ですね。大丈夫ですか、はい。さあ二の腕に、そして上半身に、さあほとばしる魂、ひねりを加えていきます。カバーした、さあどうだ。2カウントです。さあしつこく、しつこくこだわります、ストレッチプラム。さあしかしまだスティーブ・リアムスの指は動いております。上半身には力は入っております。さあかけていく、超えていく、その叫びが天に通ずるか。2カウントです。さあスティーブ・リアムスが場外に、これはエスケープと申し上げていいでしょう。放送席左前、本部席前でやります。バックドロップを見舞いました。そしてストレッチプラムを2度と繰り出しました。場外にスティーブ・リアムスを追っていきます。リングの中に戻しました。今宵もこの三冠統一ヘビー級選手権試合、長い試合になってまいりました。抱えますボディスラムです。さあ川田がセカンドロープに登った、ニードロップです。スティーブ・リアムスです。小橋戦とは、あの時とはいささか表情が違います。スティーブ・リアムス、バックに待った、バックに待った、2度はグランというスティーブ・リアムス、あスリーパー、スリーパーホールド、スタンディングスリーパー、スタンディングスリーパー、そこからグランドに持ち込みます。おお、興奮のあまりレフェリーにくっつかかります。川田と千秋、レフェリーはチョーク打ってるんですね。おー、なるほど、ギリギリのところで攻防が、もう要するにだけど汗で滑りますからね、喉にスパンと入っちゃうんですよね、さあまたもやスティーブ・リアムスが場外に
もうエスケープしようというんでしょうか。どうも桃田さん、スティーブ・リアムスも計算通りに運んでないようですね。そうですね、やっぱりだからあの序盤戦で川田選手が足を攻めたということが、今もすごい構想しているって感じしますね。全ての技は言うに及ばずこの下半身のがっつりとした安定から始まるものであります。ましてやデンジャースバックドロップは下半身の十分のためがあって成立するものであります。さあパワーボムを繰り出そうというのか。さあ出すか、繰り出すか、パワーボム繰り出すか、川戸千秋、うん、持ち上がるか、あーダメですか、あーと前に落とされました。しかし投げたスティーブ・リアムスもダウン、ヒップダウン。いやあれは逆にパワーボムみたいな形になってますよ、川田選手自体が。なるほど、なるほど、今ちょうど30分を経過いたしました。桃田さん、今宵も長い試合になりましたね。長いですね、やっぱりだけどこうなってくるとですね、ウィリアム選手スタミナありますからね、それがちょっと怖いですね。はい、おやおや、またヒヤリとしまいました、しました。タイガースープレックス、お見舞おうというのか。危ない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 、トップロープに逃れます。危ないぞ、タイガースープレックスが2度目だ、今日2度目だ。あ、動けない、川田動けない。一瞬時間が止まったのかと思いました。あまりのダメージに川田の仕上げ動くことができなかった。ピーチ、川田ピーチ、あー取った、ボムだ、危ない、返しました、川田返しました。人生には転機、ターニングポイントが必ずあります。川田の転機、それは93年の4月少子大軍の離脱ということになりましょう。あれから1年半が経ちました。スティーブ・ウィリアムスの転機、それは93年8月ボディと戦線離脱、それ以降このデンジャラスバックドロップ、あー危ない、食らってしまった。このデンジャラスバックドロップが全日マットを震撼させた。両選手ともにこの転機をバレに大きくステップアップいたしました。さあ94年シングル戦線、今年最後の三冠戦、いやー試合が大きく動き始めました。桃田さん、目が離せなくなりましたね。今の3連発は強烈ですね、いや川田選手ね、もう自分が危ないと思ったんでしょうね、必死にロープへ逃げ込みましたよね、いやー驚きました。誰しもが息を飲みました。これを桃田さん2度3度食らうともうダメでしょうね。いやー、危ないですね、はい、さあこれは抱え上げて、いやこれが怖いんですよね、あのウィリアム選手力がありますからね、相手がもうブロッキーだったら強引に持ってこれますからね。さあ早くも第一球殺人岩石落としがこの日本武道館満天下のもとさらされてしまいました。2カウント2カウント。さあそして川田が放送席前にエスケープです。桃田さん、川田の表情どうご覧になりますか。ちょっと見えない、目がうつろになってますね。さあそれをスティーブ・リアムスが落ちてきます。放送席前でやります。桃田さんの右前方1メートル、川田千秋、そしてスティーブ・リアムスです。今川田選手が瞬間ね、あのコーナーを蹴ったんですよ、はい、それによって両選手ともにそうですね、倒れ込むという形になりました。しかしちょっと今川田は鉄柵に当たりませんでしたか。いや2人とも当たってました、今、いやー混沌としてまいりました。川田敏明、挑戦回数からいっても今宵取れなければという悲壮なる決意。川田敏明ギリギリのところで戦っております。さあお客さんのコールも一つ一つ聞き取れなくなってまいりました。いろんな思いが交錯しております。さあこの抑え込んだ、危ないぞ川田、ツーカウントです、ツーカウントです。特別な夜にしたい順天22日本武道館、先に立ったのは川田、先に立ったのは川田だ。頸動脈チョップ、やったー、これだー、あの人
人同じ浴びせ蹴り、あの人同じ浴びせ蹴り、ここからのパワーボム3連発によって 4.16 日本武道館チャンピオンカーニバル、このスティーブ・リアムスを制したわけであります。桃田さん出ましたね、出ましたね、さあ今国を見上げた川田が小さくに拳を握った。さあスティーブ・リアムス頭を押さえております、おでこを押さえております。さあ今です、今です、奥歯を買い締めた、奥歯を買い締めた、ぐっと力を込めた、持ち上げることができるか、持ち上げることができるか、吠えろ吠えろ吠えろ、日本武道館、ああ、どうだどうだどうだ、特別な夜にしたい川田俊明、30歳と11回目、持ち上げた、どうだせ、不十分ながら今日最初のパワーボムだ。カウントは2、カウントは2、あの日も3回だったんです、あの日も3回だったんです。いや今の不十分ですけどね、あの川田選手の体重が完全にウィリアム選手に今乗っかってましたからね、はい、あのダメージもかなりあると思います。いいですね、はいはい、でこれを繰り返せばいいんですね、桃田さん、はい、さあ第11代三冠チャンピオンスティーブ・リアムズ、ピンチ、今日一番の、いや三冠チャンピオンになってから最大のピンチ、ウィリアムス2度目の防衛戦、川田6回目のチャレンジ、悲願達成なるか、対岸女王になるか、 10.22、 いやー見る方も血管が切れそうだ、ショルダースルー、ショルダースルー、しかしくじけるな、一つ一つ積み重ねていく、顔面蹴り、顔面蹴り、目もうつろ、気持ちもうつろか、巻き投げです、巻き投げです、しかしこれはまずは相手をグラウンドに寝かせようという、これはウィリアムスの、まあ、いわゆる逃げと見ていいでしょうね。そうですね、相手の要するにあの、はい、あれを技をかわすという形ですからね、はい、さあチャンス到来、川田俊明、しかし先に立ったのはウィリアムスだ、ウィリアムスだ、さあナックルパークだ、さあロープにもたれかかります、川田俊明、さあ徐々に1万6000人のお客さんの心の融点、メルティングポイントが近づいてまいりました。腰に手を回した、逃れました逃れました、まあこらえている、こらえている、こらえている、なんだかチョップだか、なんだかよくわからないけど、あ、膝蹴り、膝蹴り、膝を蹴った、起き上がった、エンゼル蹴り、ジャストミー、目を見開いた瞳の奥に炎を見た、いかへ、エンゼ切り、エンゼ切り、今日2度目、さあうんとうんと蹴った、フォワードも随分とダメージがある、それは当然相手にとってもダメージがあるはず、さあ起き上がるか、起き上がるか、体が起き上がった、浴びせ蹴り、おカットされてしまいました、やったー、またヒー、円錐ラリアット、円錐ラリアット、ジャンペン蹴り、もうたまりません、いった、いった、決まった、決まった、決まった、新チャンピオン誕生、新チャンピオン誕生、川田俊明、川田俊明がやった、川田俊明悲願達成、特別な夜、10.22、 いやー第1で11代三冠チャンピオンスティーブ・リアムスが沈みました、悲願達成、37分58秒でやりました、歴史的な夜です、特別な夜です、1万6000人スタンディングオベーションだ、
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。